はい、さい沖縄チャンネル純選手ウェビーン、たまに出てくるシュリノスケです。はい、逃げ桜。はい、ということですね、はい、純選手、今日はですね、うん、ちょっと僕が紹介したいというか、うん、話を聞きたい人がいまして。なるほど、女か。いや、女じゃなくて、うん、あのだとしたら僕、あの彼女できましたってそんなデレデレ放送しないでしょ、急に純選手見てくださいっつってあの、うん、僕はまあ沖縄でお笑いやってるじゃないですか、うん、で、よく出てくるワードで軍用地っていうワードが出てくるじゃないですか。サンタクロースに頼むとしたら何軍用地で大喜利の答えとかで、軍用地ってなんか羨ましいなとか、はいはいはい、なんとなくそういうぼやっとした印象があるけど、うん、でも僕たちも沖縄県にずっと住んでるけど、うん、じゃあ軍用地って一体何なのかとか、うん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 、どのくらいお金もらってるのかとかって、はあ、なかなか所有してる人にも出会ったことないし分かんないじゃないですか。分からん、知り合いにもいないしな、うん、ですね、うん、で、そんな中僕、知り合いがいまして、は、はい、は、今日はその方をお呼びしております。呼んでる。はい、こちらです。いるの。いや、いるのじゃなくて、いや、ずっと見えてるでしょ。いや、いたはい、今日はですね、後ろ姿、うん、はあ、はい、ガチの、ガチの石つぶてポーズから始まりました。石つぶてポーズで始まりました。いや、はい、ポケモン151匹の時の世代ですよ。はい、今日はあの仮の名前で石つぶてさんにそう話を聞いていきたいと思います。ガチの人、あの石つぶてさんの親御さんが、まあ、軍用地主で、はいはいはい、それを引き継ぐ予定という方ですね。なるほど。はあ、いや、ずっと寝てる。いや、ずっと寝てないわ。どういう関係か話し合うんですか。ああ、そうね、あの、まあ、僕の後輩で、うんうん、はい、で、まあ、いろいろ仲良くしてる中で、まあ、大人になって、うんうん、まあ、出会ったんですけど、その中で、あ、そういう感じだったんだよ、最近知って、はあはあはあ、あ、軍用地主の、まあ、息子ってなかなか出会ったことないんで、ちょっと話聞かせてっていう、いろいろ聞きたいことあるんじゃないですか。はい、あり、あ、あ、まあ、あるっていうか、うん、もうそもそもどういうものなのか、ま、全くわからん、わけさ。うん、あ、そうそう、だから、うん、まず、軍用地って何なのかって聞ける。軍用地っていうのは、まあ、戦争が沖縄戦あった際、その後、米軍に占領された土地のことを、うん、あの軍用地と言います。今現在も基地があるところを軍用地っていう呼び方をしてます、うんうん、定義付けをしてます。まあ改めて聞くと、まあそういうことですね。いや、米軍基地内の土地、はいはい、まあ戦後占領されてしまった土地っていうことですね、はい、それが軍用地と。これ地域によってそこの地域の方が多いとかってあるんで、まあなんか俺のイメージは金町とか、うん、そういう場所なんだけど、市町村としてね。そうそうそう、うんうん、普通のこの集落にもあるんですか。そうです、普通の集落にはあまりなくて、固まってる地域。あ、で、米軍の基地だけじゃなくて、那覇の港湾とかであれば自衛隊が占領してる、占有してる土地もあるっていう形、うんうん、割合的に言うと多分面積、あ、これ家庭なんですけど、嘉手納。あ、嘉手納はよく聞きますよね。多分割合的には市町村内の割合として面積としては大きいです。もう8割がもう米軍基地っていう嘉手納の面積の。そうなの。そうそうそう、とかいうね話も聞いたことはありますけどね。で、その軍用地主、親御さんが軍用地主ということは、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんとか先祖がそこの占領された土地の地主だったっていう。そうです、おじいちゃんが、まあ、戦前ですね、戦前その、家系土地をまあ代々所有するって普通の土地でもあったりするかと思うんですけど、相続で引き継いでとか代々先祖の土地があると思うんですけど、そういった土地がたまたま、軍用地内にあったっていう私の方から見えるとですね、うんうんうん、おじいちゃんおばあちゃんたちが昔住んでいた土地が戦争によって、接収されて強制収容されて今、米軍基地で使われているっていう状態になります。うんうん、いや、そうだから一発で、うん、まあ、軍用地とか言ったら、うん、なんかいいなみたいな、もう今の時代は羨ましいなみたいな雰囲気があるじゃないですか、うん、はいはい、でもただこういう歴史を改めて聞くとちょっと複雑な気持ちではありますよね。ちなみにこの今あの軍用地主の人はなんか管理をしてたりとか、なんか年に1回手続きが必要とか更新が必要とか、なんかアクションは必要だったりするの。特段アクションとか私の調べてる中では必要なくて、うんうん、まあ年に1回明細が送られてくるんですけれども、うんうん、それを見ながら、
自分たちのこの評価、土地の評価というか、うん、平面高とかどんななってるのかっていうのを確認しながら、うん、まあ、その他の生活費だったりとか、うん、資産運用に充てたりだったりとか、うん、そういった部分で運用をしていく方が結構多いのかなというイメージです。なるほど。じゃあもうそれはもう資産として、ね、はいはい、財産として、まあ、ちょっと運用というか、また後世に引き継ぐためにうまい君残そうとしてると。なるほど。振り込まれる先は何ていう振り込まれ名になってるか分からない。あ、日本政府とか。確かに。それぞれの、市町村の、地主会からの振り込みっていう。あ、地主会っていうのがあるんだ。それぞれの地主会っていうのがあって、軍用地が、所属してる市町村に、そこから地主会から振り込まれてるっていう。あ、これは初めて知った。で、また、それぞれの自治会、地区、市町村のみではなくて地区ごとに共有会っていうのがあったりして、結構細かく、団体としては分かれてるところがあります。場所もね。なるほど。また共有会っていうのがもともと地区で持ってた土地とかもあったりするので、それの取りまとめの、はい、団体だったり。なるほど。市で持ってるところもあったりするので、それは市の分野、地主会で、そういうやっぱりもともと公用の部分もあったりするので、民間だけじゃなくてですね。なるほど。そこの部分の管理とかはそれぞれの団体で行っているような形で。ああ、そっか、個人だけじゃなくて、団体で持ってる土地もあるっていう。なるほど。だからその形態はまあ様々で、まあ、その管理元がまあ一回振り込まれて、うん、で最終的に落とせるところに落とされていくっていう感じなんですね。なるほど。ちなみにこのどのぐらいのまあ土地の大きさとか、要は戦争で一回もう焼け野原になってしまったら、戦前どんだけの土地持ってたかとかって、まあ、記録とかも当時って。うん、そんなには細かく残ってない。曖昧っぽいような、うん、そうですね。もうおそらく予測なんですけど、登記簿登本が当時からあるので、所有者今もホーム局行ったら調べはできるかな。戦前からあるのか、登記簿登本は。あ、そういうこと。面積とかは。なるほど。まあ、あとは固定資産評価税の帳簿とかは市町村内にそれぞれあったりするので、なるほど、なるほど。それを調べをして逆算っていう形かなと思います。返されてるところも返還されてるところもあったりするので、まあ、私も大学の時にその家族の経緯を知って、軍用地の跡地返還の研究をしたことがあったんですけど、まあ、今でいう直近でいうとライカムとか、新都市、あとオロク地区ですかね、ジャスコとか、あの辺りはもともと軍用地だったっていうふうにされてます。で、跡地返還後にそういったニュータウンとして、やっていってるっていう形なので、厳密に今の面積とかはそうですね、お調べできてないんですけど、そういった形も返還されてる土地もあったりはします。で、ズバリなんだけど、これって月々支払いがあるの？これがですね、年に2回。年に2回、何月と何月？次のは、8月から9月にかけてが1回目。これはもともとの算定基準で、算定基準というのは、まあ、もちろん国が決めてる基準なんですけど、それから算出した金額が一旦入ります。でその後、2月から3月頃にかけて、国がまた年々軍用地で増加してるんですよ。あ、この土地の単価が。あ、なるほど。平米あたりの価値が上がってるんだ、はい、そういうこと。地量が上がってるので、その増加分に関しては2月から3月あたりに、お振り込みがされるという形になります。なるほど。平米単価、坪単価みたいな。そうですね。今、この明細では平米単価で。これ平米はこの統一なんですか？1平米 どの地域にあったのがそれぞれの基地で違います。軍用地の場所によって。なるほど。違ったりとか。あ、だから先に嘉手納とか茶谷とか普天間とかで買ってるんです。また、あとは、その土地の種別、宅地なのか、種類として宅地見込み地という、宅地見込み地なのかによっても変わってきたりします。それはもう個人それぞれでどの土地を持ってるか。軍用地でも宅地とそうじゃないのがあるんだ。そうです、宅地の見込みになる。あ、そっか、まあ、要は山みたいなところもあったりするし。そうです。で、一般的には宅地の方がそもそもの平米単価は高い、もともとの。ただ増加率、今後の増加率で見ると宅地見込み地の方が増加率は高いっていう、はい、風に一般的には言われます。ただそれもやっぱり基地の場所や、その土地柄によって違ったりはすると思います。
それぞれの評価が違ってきます。ほう、なるほど。でちなみに年に1回いくら振り込まれてもまた増加分いくら振り込まれるの？あれこれ聞けたりするん？いやもうこれはもう今日ちょっとズバリ聞きたいなと思って。マジか。なかなかやっぱこれによってまた俺なんかの今後そうだよね、うん、この軍用地っていうところのイメージもまあ人それぞれと思いますけど、うんうん、変わってくるかなと思って。いやすげえこれ。それぞれ持ってる面積が違ったりすると思うので、はい、運用地主の方々が一概にいくらもらってるっていうのは分からないかなと思います、うんうん、私の方では450点。あ、これは8月に8月に、そうです。で残り20-30万ぐらいですかが、うんうん、その2月3月増加分の。そうですね、増加分。ほう、じゃあこれが次の8月また480になる。そうです、その通りです。おっしゃる通り、元金みたいな感じです。うんうん、考え方としては資産運用の複利の運用っていうんですか、どんどん年利が溜まって溜まってっていう形になって、うんうん、上がった分は変わらずまた翌年その分はもらえる、うんうん、またプラス2月3月に増加分っていう。なるほどね。いやでもこれっていうことは、うん、このそんだけ上がっている資産を手放す人もいるってこと？あ、もちろんそうです。よくあるね、軍用地売ってくださいみたいな看板とか。もちろん市場でも売買取引よくされてますし、うんうん、そこの狙い目としてはやっぱり、どうしても年々上がってるといっても利回りが低い、利益が低いものになるので、うんうん、どちらかというと今すぐにバンって儲けたいとかっていう方はこの高い金額で売り買いされてる時に手放すとか、うんうんうん、そういう形もあったりするかなと思う。市場で売られてる軍用地中だったりします、うんうん。まあなるほどね。もうシンプルに投機目的の、まあ、商品として考えてる人もいるしっていうね。金相場みたいな。そうそう、まあ、その関係で、まあ、今の軍用地としては多分所有者が結構複雑になっているかな。内地の方が買ったりだとか海外の方が買われたりとかっていう形があったりすると思うので、もともとの土地の所有者、先祖の所有者がの相続人が持っているかというとまたそうではないパターンもあったりはするかと思います。まあね、まあ、厳しいことがあったらそれはもうしょうがない時もあるかもしれんけど、やっぱりこのうちなんちとしてはこの基地が返還された時にまたうちなんちが持っている土地っていうね、はい、石粒テケが守ってきたみたいな方がストーリーとしては綺麗ですよね。単なる商品として売買されるよりかはね。ちなみにこの持ってて450って、うん、聞いた時に、うん、もう直感的に羨ましいっていうのはもう思ったんですけど、うん、デメリットっていうのもあったりする？もちろんそうですね、デメリットもあって、うん、まあこれは個人的な見方ではあるんですけれども、やっぱりこうやって、まあ、相続贈与等で引き継いで、お金をもらってる、要は他人のイメージとしてはあまり苦労をかけずに、年間収入があるっていう、楽してみたいなイメージがあるので、やっぱり周りから見られるときに結構嫌な目線があったりとか、羨ましい、おっしゃったみたいに羨ましい目線で見られるとかっていうと、まあ、ちょっと金額は違うかと思うんですけど、宝くじが当たった人みたいな、なるほどなるほど、そういったイメージ持たれるかなと思うので、あまり、そういった相続贈与で持たれてる方が積極的に発信することはないかなと。おお、確かに。じゃあ今日はかなり貴重な、ね、動画になるかもしれん。これはもう修理さんの声を信頼して、ありがとう。俺は動画としてメリットしかないんだけどごめんね。なんか私のイメージ動画出た経緯としては、はい、まあ、今後そういったのデメリットを変えていきたいっていうのをやっぱり、うん、ああいいね。どちらかというと、運用人種持ってる方々たちも持ちたくて持ってるわけじゃない、うんうん、ったりするので、あ、持ちたい方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですけど、うんうん、どちらかというと早く返還していただいて、もともとの先祖の土地、祖先の土地をちゃんと活用したい、うんうん、その土地に住みたいとかっていう思いを持たれてる方もやっぱりいらっしゃるので、うんうんうん、どちらかというとそういうデメリットの部分を打ち消していくためにも理解をしていただきたい、うん、あ、そういうこと、使えない土地があるんだよっていう、うん、その対価がいただけてるっていうお話でっていうことなんですけど、なのでなかなかまあ難しいところではあるんです、理解していただける、まあ、その一歩になっていければなと思ってます。メリットのもう一点は、
まあ、よくネットとか不動産会社でも見るかと思うんですけど、相続税対策になるっていう。ああ、これ聞くね。運用違って、そこの部分に関しては、国税庁のホームページとかでも出てるんですけど、運用地として土地を貸してる場合です。その土地に対する評価額がある一定度下がる、算出がされるっていう形で、評価額が下がると、人が亡くなってお子さんとかその周りの方々に相続する際に、結構評価が下がると相続税も下がる、税金も下がるっていう形になるので、それで現金とかで丸々置いておくよりは、運用地買ってその土地を引き継ぐことで相続税評価を抑えようっていう、そういったメリットもありはします。そういった部分で、本土の方々とか買われてる事例もあるそうです。まあまあそうですよね、商品としては魅力的。そうだよ、ね、一方歴史を見たら心情としては複雑な部分があるのが沖縄の人っていうね、まあ、難しい土地ではあるんですけど、まあそれは今日赤裸々に語ってもらいました、ね、はい。じゃあ他に何か聞きたいことあります？ちょっとお金貸してもらえないですかね。いやいや何を聞いてれば。まさにデメリットが来た。いました。やっぱりお前そんな目で見てたんだ。すぐ気よった。ああ、よかった、落ちた。マジで貴重な話で。はい、まあでもね、はい、本当に貴重な話。はい。もう今日は敬意を表し、石津武哲さんと、まあ、こうやって喋ってくれるっていうのは、はい、まあ、普通だったらもう、うん、この YouTube を通してから、うんうん、まあ、出てもらうっていうメリットがなければ、うんうん、ね、別に言いたくないものさ、うんうんうん、だけどOK だよってすんなりこうやって話しする、まあ、自分のこの思いとかもさっきも聞いたことあるし、まあ、本当に、ね、なんか ありがたいなと思ってて。そうですね、はい、もう本当に赤裸々にリアルなところも教えてもらいましたし、はい、でまたこの思いというところも聞けたので、またこの軍用地イコール羨ましいないいなっていうことだけじゃなくてね、はいはい、まあ、そこをしっかり受け継いでるというその思いというところもね、ぜひ知っていただきたいと思います。はい、ということでね、この動画がゆたさんでチームでチャンネル登録、アンサーに高評価ボタンやたさるぐとうにげーさぶら、せーの、沖縄チャンネルしたいなー。裏でやったからブーイングなってる。逆の方なってる。高評価お願いします。沖縄チャンネル T シャツ発売中です。動画の概要欄から購入できます。自分がロゴをデザインしました。買ってねー。